行こう。この位置さあ必ず勝つ。秀吉様が築いた世を志を守ってみせる。ならば俺はそのお前の志を守るのだ。命を流れがいつ覆されるか分からん。平民の有利のうちに応援を叩く。他の将に任せ、東軍の総力を削ることができた。そろそろ家康が仕掛けてくる流れか。まず三成のお手並み拝見といくか。王の存続は我らにかかっている。下手に動くことはできず。島津と毛利は三成の采配に従わぬか。まずは彼らを動かすには西軍の圧倒的有利を見せつけるほか手段はあるまい。義継の御戦に俺も応えねば。おな、意気込むのは結構。そうですが、前線に飛び出したりしないでくださいよ。東軍増援に推薦、西軍を押し戻してくれる。これ以上味方を失うわけにはいかない。戦士たちを誰か救いに行ってくれ。片付けない。しばらく同行願えぬか。無事に潜伏できたようですな。あとは仕掛けをご老中っと。敵将、討ち取ったり。三成は誰も失わぬ勝利を目指していた。甘い見せだが、できる限り考えたい。つまらぬ時だ。もうやる。敵将、討ち取ったり。撃ち取ったり。味方を敗走させずに防ぎ切った。八王山に向け大筒を放て。家康様からの合図じゃ。我らは今より東軍に着く。分かっている。やはり秀明は敵に内通していたか。神念重視、許すまじ。我らも続くぞ。敵は西軍だ。捨てるしかない。
ままでは義継ぐ。俺が行く。あらら、動いちゃダメだって言ったのに。まあ、無理なのは分かってましたがね。デモン義継ぐ、お前さえ倒せば西軍は骨抜きとなる。撃たれてもらうぞ。この上命を惜しむつもりもないが、俺は三成を勝利へ導きたい。ただ俺はお前に撃たれてやりたい。兵力を温存しているはず。心してかかりましょう。よし、すぐ。勝負預ける。まだ死ぬなよ。開門。どういうの？よし、すぐ。お前を死なせません。三成、さっさと本陣に戻れ。西軍総大将たる己の立場をわきまえろ。お前を失えば西軍に勝利は。分かっている。分かっている。ないのだ。生きよ。生きて共に勝とう。義継ぐ。三成、まったく仕方のない奴だ。寝返った者たちは片付いたが、戦力はだいぶ減ってしまったが、まだだ。西軍一丸となって戦えば勝機はある。西軍一丸、本当の意味でそれを叶えるのか。島津が毛利を動かす必要があるが、西軍の勢いまだ衰えないのか。徳川干渉のため最善を尽くす。開門。手頃な敵が現れた。西松、言葉売りの戦で得る。開門。毛利がどちらに味方して動くべきか、周辺の敵を除いて決めやすくしている。このまま眺めているなど愚問の名。叔父上、俺たちも撃って出ましょう。ぬかる、島津の戦天下に示してくれよ。開門。本陣の守備に回るぞ。やれやれ、島の奥に潰しておかないと後でてこずりそうだ。ま、こんなもんでしょう。大谷行、中井通り。まさか東軍への内通。広い家何をしておる。義継殿が来てる。開門せよ。開門。いい加減毛利も動かねば。えい、全軍西軍に加勢せよ。進め。万が一俺がいなくなったら、今度こそ三成を頼むぞ。もはや小細工は無用。
総攻めにせよ。よい、ならば先方は本田平八が受けたまわる。開門。三成に手は出させん。開門。皆ひるむな。石田三成を撃って取れ。家康が頃合いを見て戦場を離脱するはずだ。その時は俺が追撃しよう。敵は家康を逃がそうと躍起になるぞ。無茶するお前がいいか。大丈夫、生きて戻るさ。義継、今度こそ止めてやる。毛利のため、ただ勝利する覚悟。俺の目指す理想の勝利がすぐそこに。またそんな甘いことを言っているのか。だがこの流れ手放したくはないよ。あなたの太平への夢、連れて行くことを許していただく。流れに乗ったまでのこと。ここまでか。やむを得ぬ。引くぞ。家康、逃がさぬ。義継、深追いはするな。必ず無事で帰ってこい。